リンキンパークはアメリカ合衆国のロックバンド。1996年に結成された音楽バンドスーパーゼロを前身としている。21世紀で最も売れたとされた音楽バンドで、全世界累計セールスは1億枚以上を記録している。グラミー賞を2回受賞、ノミネート6回。ウォールストリートジャーナル、史上最も人気のある100のロックバンド12位。 マイク・シノダとブラッド・デルーソンは、ロサンゼルスのアゴーラ・ヒルズにある中学、高校からの親友であった。鑑賞した、パブリック、エナミーとアンスラックスのコンサートに衝撃を受け、バンドの結成を決意した二人は、1996年のアゴーラ高校卒業時に友人だったロブ・ボドンを誘い、バンドスーパーゼロを結成する。その後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、 ブラッドがアパートをシェアしていたルームメイトのフェニックスとマイクがパサデナのアートセンターカレッジ・オブ・デザインで知り合ったジョー・ハーンが加入した。二人の加入後バンド名は短縮されゼロとなる。五人組となった彼らはさらにマーク・ウェイクフィールドを加え初のデモテープを自主制作した。結成当初はメンバーがバンド活動、学業、仕事の両立に 宿泊していた上、活動は上向かず、ライブの客入りは寂しかった。1998年には、リードボーカルを担当していたマークが脱退した。彼の後任を探していたメンバーは、ゾンバレコーディングスの有力スタッフだった、ジェフ・ブルーを通じて、9年間ソロや他のバンドで、歌っていたアリゾナ州フェニックスのボーカリスト、チェスター・ベニントンを知る。 1999年、デモテープを受け取ったチェスターはその音響に感銘し、オーディションを受け加入が即決定した。オーディションの際、彼の卓越した歌声を聞いた、他の候補者は帰っていったという。チェスターを迎えたのを機に、バンドのコンセプトを明確にするためバンド名を、ゼロから、ハイブリッドセオリーに改名ハイブリッドセオリー名義で、EP 作品の、 ハイブリッドセオリー EP を1000枚自主制作した。フェニックスは1999年から2000年後半にかけて他のバンドのツアーに参加するためバンドから一時離れたが2001年のクローリングの PV 撮影から復帰した。チェスターの加わったハイブリッドセオリーは42社ものレーベルを訪れたが一向に契約を結べないでいた。しかし、 戦術のジュフブルーがワーナーブラザースレコード A&R 部門に移籍していたこともありワーナーとの契約締結にこぎつけたところがワーナーにはすでに同盟バンドが存在していたことから解明することになるチェスターは定期的に車で通りかかっていたサンタモニカの公園の名前にちなみリンケンパークという名称への解明を提案したが インターネットのドメイン名が抑えられていたために断念。結局、リンケンパークと同じ発音である、リンキンパークに落ち着いた。2000年10月、ドン・ギルモアのプロデュースで、ファーストフルアルバム、ハイブリッドセオリーをリリース。ビルボード誌のビルボード200で、初登場16位、最高位2位を記録。アメリカで2001年に最も売れたアルバムに、認定され、現在までに、 世界で3000万枚以上売り上げている。収録曲のいくつかは映画ドラキュリア、リトル、ニッキー、バレンタインなどでフィーチャーされた。2001年にデビューシングルンステップクローサーをリリースし、同年11月には初の映像作品集フラットパーティーとフォースシングルインジエンドを同時にリリースした。アルバムの大ヒットを機にオズフェストや オールモスト、アコースティッククリスマス、ファミリーバリューツアーなど多くのツアーやコンサートに参加。オズフェストではブラックサバス、マリリン・マンソン、スリップノット、パパローチ、ディスターブド、クレイジータウン、ブラックレーベルソサイアティなどと共演した。この年には324本のライブをこなした。2001年11月、バンドと親しいジェシカ・バーダスの提案で、 公式ファンクラブ、リンキンパークアンダーグラウンドが設立される。2002年には、自らが立ち上げた、コンサートツアーである、プロジェクトレボリューションの初公演が行われた。初のフィーチャリングは、アディーマ、サイプレスヒル、DJZ トリップだった。2002年、第44回グラミー賞で3つの部門に、ノミネートされ、ハイブリッドセオリー収録曲のセカンドシングル、 クローリングでベストハードロックパフォーマンス部門を受賞した。受賞式の際、会場入り口で写真撮影に応じていた時に受賞がアナウンスされてしまい、受賞決定の瞬間をメンバーたちは聞けなかったというエピソードがある。同年7月、ハイブリッドセオリーのファーストリミックスアルバムリアニメーションをリリースし、全米初登場2位を獲得。 発売週だけで27万枚以上を売り上げ、リミックスアルバムとして初動の売り上げ記録を更新した。2003年3月、セカンドアルバムメテオラをリリース。初週に81万枚を売り上げ、アメリカとイギリスで初登場1位を獲得した。現在までに全世界で2700万枚以上の売り上げを記録している。同年11月には、 ファーストライブアルバム、ライブインテキサスをリリース。2004年には、JZ とのマッシュアップ作品、コリジョンコースをリリースし、全米で、初登場1位となった。なお、JZ は、2005年に、バンド MC のマイク・シノダが立ち上げた、サイドプロジェクト、フォート・マイナーーにエグゼクティブプロデューサーとして参加している。2003年4月8日から行われた、 プロジェクトレボリューションのツアーにアメリカの軍人とその家族を特別ゲストとして招待、国のために自ら犠牲を払っている人たちに対してお返しをする必要があると思うと述べ、軍人らを称えた。2004年に東南アジア地域がスマトラ島沖地震による災害に見舞われた際には赤十字の協力のもとに基金団体ミュージックフォーリリーフを設立。 バンド自身も10万ドルを寄付し、ファンらにも寄付を呼びかけた。また2005年に、チェスター・ベニントンは、アメリカ南東部を襲ったハリケーン・カトリーナの被害救済のチャリティー企画に参加した。2006年、JZ フィーチャリング・リンキン・パークのコラボレーションアルバム、ナム・アンコールで第48回グラミー賞の最優秀ラップ、ソング、コラボレーション部門を受賞。 開会式で、ポール・マッカートニー、JZ と共に、ナム・アンコール・イエスタデーを披露した。同年サマーソニック06のヘッドライナーとして来日。新曲、クティを披露し、その前日に単独公演も行った。ナム・アンコールは映画、マイアミ・バイスで使用された。2007年5月、プロデューサーに、 前任のドンギルモアから新しくリックルービンを迎え、実に4年2ヶ月ぶりとなる3枚目のオリジナルアルバム、ミニッツとミッドナイトをリリース。音楽性で大きな路線変更があり、賛否両論が起こったものの、アメリカや日本をはじめ世界31カ国で1位を獲得。そのほとんどの国々で、プラチナディスク、ゴールドディスクの認定を受けた。現在までに、 全世界で2000万枚以上の売り上げを記録している。アルバムからのファーストシングル、What I've Done は、スティーブン・スピルバーグ制作葬式の映画、トランスフォーマーの主題歌に使用された。2007年7月、世界7大都市で同時開催された、チャリティーコンサート、ライブアースの東京公演にヘッドライナーとして出演した。同年11月には、来日公演の、 ジャパンツアー2007が開催され、その際に来日記念版として、ミニッツ t e s to m i ツアーエディションがリリースされた。2008年4月、ラッパーのバスタライムスとのコラボレーション曲、We Made It のシングル CD をリリース。この曲は、バスタライムスの新アルバムに収録される予定だったが、最終的には収録に至っていない。2008年11月には、 セカンドライブアルバム、ロードトゥレボリューションと未発表音源を収録したミニアルバム、ソングスフロムジ・アンダーグラウンドをリリースした。同アルバムには、これまでに、ループ会員限定で公開されてきた、デビュー前の楽曲やアルバム未収録の、クティが収録されている。日本では来日記念版が2009年5月14日に、リリースされた。2009年5月18日、 前述したトランスフォーマーの続編にあたる2009年6月公開の映画トランスフォーマーリベンジの主題歌としてニューディバイドが書き下ろされ全米で初登場6位を記録した前回は主題歌に起用されただけだったが本曲は映画のために書き下ろされたものである8月に開催されたサマーソニック09ではヘッドライナーを務めそのライブ中には 同月に本格始動したチェスター・ベニートンによるソロプロジェクトデッド・バイ・サンライズがスペシャルゲストとしてパフォーマンスを行った。同プロジェクトのファーストアルバムアウト・オブ・アッシュズは9月30日に日本選考で発売された。2009年12月には未発表音源デモ楽曲を収録した2枚目となるミニアルバムデモ・トラックスをリリースした。 同アルバムには、試作段階の曲や、クティと、同じく、サードアルバムの選曲から外された、楽曲、アクロス・ザ・ラインが収録されている。また、一般販売は、アメリカと日本のみである。2010年1月に起きたハイチ自身支援の、タメリン・キンパークは、事前募金団体、ミュージック・フォー・リリーフを設立し、チャリティーアルバム、ダウンロード・トゥ・ドネート・フォー・ハイチを制作。 未発表の新曲、Not alone を提供した。ミュージックビデオも制作され、公式サイトなどで公開された。2010年4月、リンキンパークプロデュースの iPod Touch、iPhone、iPad 専用ゲームアプリケーション、8bit リベリオン、を発表。ゲームには、今まで発表した楽曲を、チップチューン風にアレンジした。 8ビットリベリオンバージョンに加え、新曲、ブラックバーズが収録されている。ブラックバーズは、ゲームをクリアすると聴くことができる。後にフォースアルバム、ア・サウザンド・サンズの iTunes 版に収録された。2010年8月2日に、リリースされた、ア・サウザンド・サンズからのリードシングル、ザ・カタリストが、全米のロックソングスチャートで1位デビューを成し遂げた。 これは、ロックソングスチャートが2009年にスタートして、以来史上初の出来事となった。オルタナティブソングスチャートでも3週目に1位を獲得した。2010年9月、前作から約3年ぶりのフォースアルバム、ア and ・サウザンド・サンズをリリースした。プロデューサーには、前作、ミニッツ・とミッドナイトで共演したリック・ルービンと、マイク・シノダが、再び起用された。 日本版は9月8日に世界最速先行発売となる予定であったが9月15日に変更となったこのアルバムの情報は謎解き形式で公式サイト上でファンにパズルを出題し解読させていきながら発表していくものであったさらにアルバムからのリードシングルザ・カタリストについてはステムをダウンロードし それらを自ら自由に組み合わせてリミックスを制作し投稿するコンテストリンキンパークフィーチャリングユーをバンドのマイスペースにて開催コンテストに優勝したリミックス作品はフォースアルバムに収録され優勝者はリンキンパークのスタジオに招かれ一緒に演奏することができたが優勝アルバム制作にも参加しているまた9月15日には 日本国内で特別仕様のガンプラをセットした限定版を11月24日に発売すると、ともにアーケードゲーム、機動戦士ガンダムエクストリームバーサスとのタイアップで、ザ・カタリストをエクストリームバーサスへ提供することを発表した。2011年3月に発生した東北地方、太平洋沖地震及び、東日本大震災支援のため、 ミュージック・フォー・リリーフ制作のチャリティーアルバム、ダウンロード・トゥ・ドネート、津波・リリーフに向け、新曲、一緒・ N.I. を提供した。またアルバムには日本からビーズが参加している。2011年9月には、ニコ・ファーレにて、グッド・スマイル・カンパニーと連携し、ア・サウザンド・サンズを題材にした、アートショーやトークセッションなどのファンイベント、ア・サウザンド・ホライゾンズを開催した。 イベントの第2部、サウザンド・ホライゾンズ・ショーではニコニコ生放送にて、生中継が行われた。さらに、セーブ・ザ・チルドレンと共に、石巻市立低山小学校と宮城県、石巻北高等学校を訪問した。グッドスマイル・カンパニーは、リンキンパークとのコラボレーショングッズとして、ネンドロイドプチリンキンパークセットを発売した。同社は、 この以前にもニコニコ生放送において日本のプラモデルやフィギュアに関心の強かったジョーハーンをゲストに招いて放送を行っていた。2012年4月18日にフィフスアルバムからのリードシングルバーン、イットダウンを発表。およそ2ヶ月後の6月には前作から約2年ぶりのフィフスアルバムリビングシングスを発売。自身最短のリリース間隔である。 全2作に引き続きリック・ルービンとマイク・シノダの共同プロデュースである。2012年6月22日、日本の地上波テレビ番組では初めて音楽番組、ミュージックステーションに出演し、ボニット・ダウンを披露した。バンドの演奏に問題はなかったが、スタジオの不手際で音がずれて放送されてしまうという音響トラブルにあった。なお、放送時に、 ギター担当のブラッドデルソンが病欠したために、代役のギタリストが出演した。2013年5月、チェスター・ベニントンは、新ボーカリストとして、オルタナティブロックバンド、ストーンテンプル・パイロッツに加入し、リンキンパークと兼任、並行して活動することを発表した。2013年8月10日、エレクトロハウス・ミュージシャンのスティーブ・アオキット、 コラボレーションした楽曲、アライトザットネバーカムズを同日東京で開催されたサマーソニックにて世界初披露した。同曲は同年9月に Facebook で発表したリンキンパークによるアクションパズルゲーム LP リチャージのために録音され、後にシングルとしてもリリースされた。同年10月には A ライトザットネバーカムズも収録された。 リビングシングスの楽曲を中心としたセカンドリミックスアルバムリチャージドをリリース。2014年3月5日最も影響力のあるラッパーの一人と言われるラキムをフィーチャリングした楽曲ギルティ・オール・ザ・セームを iPhone 上のアプリシャザムを通して公開した。この曲を聴くにはシャザムにリンキン・パークの曲を認識させる必要があった。6月にシックス,スアルバム ザ・ハンティングパーティーをリリース。今作は、全3作で共にしてきたリック・ルービンの手を離れ、メンバーのマイク・シノダとブラッド・デルソンによる、初のセルフプロデュースで制作された。ヘルメットのページ・ハミルトン、システム・オブ・ア・ダウンのダロン・マラキアン、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーンのトム・モレロといった、オルタナティブメタルミュージシャンを迎え、全体を通して、ハードロック。 およびヘビメタル色が強くなった。2015年4月には、スティーブ・アオキと再びコラボレーションした楽曲、ダーク・ゼン・ブラッドが、アオキのサードアルバム、ネオン・フューチャー・パート2に向けたシングルとしてリリースされた。2016年は、バンドにとって、結成20周年となる、節目の年であったが、バンド自身は次の7作目となるアルバムに向けて、 方向性の議論や制作に費やした一年となった。2017年2月16日、バンド初となる女性シンガーのキアーラをフィーチャリングした楽曲、ヘビーをセブンスアルバムからのリードシングルとしてリリース。そのセブンスアルバム、ワン、モアライトを同年5月にリリースした。前作同様にマイク・シノダラバンドメンバーによるセルフプロデュース。また、 多くのミュージシャンを迎え作詞作曲で共作している。チャートでは全米1位を獲得したもののアルバムの方向性はこれまでの作品と比較して大きくポップ路線へと変更されたことにより賛否両論があった。2017年7月20日リードボーカルのチェスター・ベニントンがロサンゼルスの自宅で死亡しているのが発見された首吊りによる窒息死だった。 同年10月27日、リンキン・パークフレンズ・セレブレイト・ライフ・イン・オーナー・オブ・チェスター・ベニントンと題された、チェスターの追悼コンサートを開催。YouTube ライブで全世界に向けて生中継された。2018年にマイク・シノダはソロアルバム、ポスト・トラウマティックを制作。同年8月に日本で開催された、サマーソニックでは、 マイク・シノダ・オブ・リンキン・パークの名義で出演した。2020年にデビューアルバム、ハイブリッド・セオリーの20周年記念版を発表。1999年のデモ曲で未発表だった、楽曲、シー・クドゥントをリリース。バンド名義での新曲発表は3年ぶり。アルバム全世界、約7000万枚。シングル全世界、約3000万枚。ラウドロックや、 ヒップホップ、ハードコア、インダストリアル、エレクトロニックなど様々な音楽要素の影響を受けている。一般にはニューメタルやミクスチャーロックに分類されることが多い。しかし当人はラップロック、ニューメタルといったジャンル分けにはうんざりしていたといい、フェニックスはかつて楽曲中に融合されている複数の音楽要素について、ここはヒップホップで、この部分は ハードロックなどのように、各、ジャンルごとに、カテゴライズされるのではなく、リンキンパークの音だと言われたいとコメントしている。サードアルバムでは大きく音楽性を転向し、従来の楽曲に見られたマイクによる、ラップボーカル、チェスターのシャウト、ヘビなサウンドはほとんど、姿を消し、哀愁感のあるロックバラードが、全面に出た作品になった。また、歌詞中には、 ファックなどのいわゆる F ワードがセカンドアルバムまで含まれていないことも特徴だったには含まれるため日本国外では F ワードのないクリーン版も発売されたフォースアルバムでは一部の曲でマイクのラップボーカルチェスターのシャウトが復活しているがヘビなギターサウンドは消極的になっている2ボーカルには明確な役割分担があり通常はマイクがラップ バックコーラスを、チェスターが、メロディック、ロック、シャウトを担当する。これらの分担が、緩急ある、曲展開をなす要因となっている。曲作りに際しては、バンドサウンドよりも打ち込みとサンプリングを多用したオケを作ることが多い。ジョーハーンが監督をすることが多い。作成手法はバラエティに富んでおり、アニメーションや SFX を用いているものもある。 日本のアニメーション制作会社ゴンゾが制作したことでも有名なブレイキング・ザ・ハビットの PV を含め MTV ビデオ・ミュージック・アワーズを多く受賞している。上半による監督チェスター・ベニントン企画版アルバムシングルその他の楽曲 DVDVHS2007 年11月以降の日本公演の音源は公式ダウンロードサイトから有料で MP3 をダウンロードすることができる。 2009年8月9日の大阪公演で、チェスターがニューディバイドの歌詞を間違えるところがあるが、ダウンロード版ではカットされている。2017年11月に来日公演が予定されていたが、チェスター・ベニントンの訃報などもありキャンセルされた。ありがとうございます。